世界中が混乱しておりますね。 YouTube 上まずいネタが多すぎるので、レバノン行きますよ。サンケイビズ、2020年3月8日。レバノンが債務不履行へ。1200億円支払い留保。社会混乱。債務不履行、デフォルト。お隣の国が2回目のデフォルトする思ってずっとワクワクしててんけど、レバノンの方が早かったですね。記事によりますと、レバノンの首相のディアブってのが7日、9日が支払い期限の外貨建て国債12億ドル約1260万円について、外貨準備高が危機的状況にあるとして支払わない方針を表明した。事実上の債務不履行、デフォルトに陥る見通し、ロイター通信などが伝えた。やって。政治や社会の混乱に拍車がかかりそうだ。かわいそうが命取りやで。レバノンって、どこにあんねんって感じやねんけど、レバノンって、日産の元会長の犯罪者のカルロス・ゴーンのおっさんが逃亡してるとこやんな。薬病神って感じ。レバノンは共和国制国家。レバノン共和国。西アジア中東に位置。北から東にかけてシリアと、南にイスラエルと隣接し、西は地中海に面している。遠くてよかったねって感じですね。レバノンでは昨年、経済危機が深刻化して、通貨、レバノンポンドの価値が急落。国内の銀行は数ヶ月前にドルの引き出しを制限していた。失業率も悪化し、貧困率は4割に達すると言われ、国民の反政府デモが常態化していた。共和国制やしな。反政府デモ、お盛んやろな。首相のディアブは、レバノンの債務残高が国内総生産比で 170% に達し、世界で最も債務が深刻な国になりつつあると危機感を示した。債務を持つ外国は汚職撲滅をはじめ構造改革が進んでいないとして救済措置を申し出なかった模様。首相のディアブは今後債務整理のために債権者と協議するとしている。レバノンでは昨年10月通話アプリ WhatsApp の課税案をめぐって反政府デモが起き、前首相のハリリってのが辞任を表明してて、ディアブは今年1月に首相に就任したが、デモはその後も続いていた。誰がなっても反政府デモが起こってわちゃちゃになるんちゃうの知らんけど、そういう国の人たちのことをかわいそうや言うて言われても知らん知らんししでええねんけどな。レバノンは東京地検特捜部に会社法違反などの罪で、特別背任などの罪で起訴された日産自動車前会長カルロス・ゴーン被告の逃亡先だが、国民は政治的混乱の行方に関心を寄せており、注目を浴びるような問題にはなっていない。カルロス・ゴーンの問題なんかより我が暮らしが大切やからな。よその国に同情すれば余計なものを背負い込んでしまうので、あら大変ね、頑張ってね、陰ながら応援してるよって感じで避けるべきです。レバノンのようにならないようにしようという教材として見るといいですね。